マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたはなかなか目標体重にならない。あともう少しなところでいつもリバウンドしてしまうなんてことありませんか？そこでこの動画では食事の前に飲むだけで代謝が上がって、そして脂肪を燃やすことができるんです。もしあなたが目標体重になって綺麗になりたいなと思っているようであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、食事前に飲むと痩せる飲み物3選ということで3つお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目です。なぜ食事前に飲むと痩せることができるのか。そして2つ目、食事前に飲むと痩せる飲み物3選ということで詳しくお伝えしていきますね。では1つ目の項目です。なぜ食事前に飲むと痩せることができるんでしょうかという、その痩せるポイント2つあります。1つ目は腸内環境を整える材料だから。そして2つ目、そのことで代謝が上がって脂肪燃焼効果があるからなんですね。ではそれぞれ見ていきましょうね。1つ目の項目、もうこれはね、ダイエットを成功させるためには大前提のお話になるんですね。もしあなたがいろいろね、食事の量を減らしてみたり、運動を頑張ってみたりいろいろするけれども、もう1キロも痩せないとかね、痩せるけれども必ず戻るという場合は、あなたがお悪いんじゃなくって、あなたの腸内環境が悪いまま頑張っているからなんですよね。逆に言うと、腸内環境が良くなれば自然と痩せ体質になることができるんです。ではどういうことかというと、腸内に住み着いている腸内細菌たちの種類であったりバランスですね、これがとっても重要になってくるんですよね。その時にやはり痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの種類がまず多くて、しかも元気でいつまでもあなたの腸内でね、あ、ここ心地いいなってこう暮らしてもらう必要があるわけです。そういった菌たちが増えてバランスが良くなると、あなたはね、どんどん根本的に痩せ体質へと生まれ変わることができるんですね。そして2つ目の項目です。代謝が上がって脂肪燃焼効果を得ることができる、まあ、飲み物だからなんですよね。こちらはですね、まずは代謝を上げる必要があります。もうどうしてもね、年々こう年を取って重ねてきますと代謝ってどんどん下がりますから、今まで通りの食事の内容量であれば、まあ、確実に太ってくるわけですよね。そこでこの飲み物を食前飲むことで、しっかりとその落ちていく代謝を上げることができます。でプラス結果、溜め込んでしまった脂肪をどんどん燃やしてくれる効果もありますので、ぜひ最後までご覧くださいね。ではここから2つ目の項目です。食事の前に飲むと痩せる飲み物3選ということで、まず1つ目はこちらです。リンゴ酢ドリンクになります。でいろんなねお酢ありますが、ダイエット目的であればやはり一番のおすすめはリンゴ酢を使ったリンゴ酢ドリンクになります。このリンゴ酢のダイエット効果、少し見ていきましょうね。もうまずはね、脂肪を燃やす力がもうどんどんつきます。まあ、どんどん燃やしてくれるわけですよね。でまた基礎代謝も上がって脂肪をつきにくくしてくれる効果もあります。でなぜかというと、そのね、食べる時に血糖値が急上昇しますね。その時に脂肪で溜まっていくんです。その血糖値の急上昇を食事の前からぐっと抑えてくれる効果があるのがこのリンゴ酢になるんですね。で加えて、なぜダイエットに一番リンゴ酢をおすすめしているのかという理由があります。それがこちら、酢酸という成分がね、一番多いのがリンゴ酢なんです。そのことでどうなるかというと、あなたの腸のね、動き、蠕動運動がめちゃくちゃね、活発になる。要は腸がまあ元気いっぱいにね、動いてくれるんですよね。そうするとやはりデトックスになって、しかもちゃんと食べたものが消化吸収できて、痩せホルモンの材料をちゃんとね、吸収することができるわけですよね。ですからやはりリンゴ酢が一番。そしてなんと食欲をね、
抑えてくれる効果もあるんですよね。満腹感をすごくね得やすいんです。ですからお食事前にこういったリンゴ酢のリンゴを飲むと暴走する食欲を事前にストップすることができるという効果もあります。でまたねむくみを改善する効果もあるので、やはりね体重がいくら落ちても見た目がすっきりしないと嫌ですよね。その時にねやはりこういったリンゴ酢リンゴを飲むとむくみも解消されて見た目もすっきり体重もすっきりという効果があるんです。ここからリンゴ酢ドリンクの注意点をお伝えしていきたいと思います。いくらリンゴ酢痩せるからといっても実は太るリンゴ酢もあります。でどのようなものかというと、こちらの項目とは逆のリンゴ酢ですね。なので購入する時のポイントはこの痩せるリンゴ酢を選ぶ必要があります。どんなリンゴ酢かというと、原材料名のところを見ますとリンゴ果汁 100% のみでできているもの、これ以外は何も入っていないものを選びましょうね。例えば逆に太るリンゴ酢というのはどんなものかと言いますと、たっぷりと人工甘味料だったり香料とかね、そういった余計なものがたくさん入っているものは飲めば飲むほど太ります。なのでねよくあるのは、ストレートで飲みやすくしているこう味がついたもの、ああいったのは NG です。そしてプラスね、できれば純リンゴ酢、オーガニック栽培のリンゴ酢であったり、有機栽培とかね JAS マーク、ジャスマークがついているものが、安心安全痩せるリンゴ酢ということになります。でとにかくね無添加であること、ここがとっても大切になってきます。でまたねリンゴ酢をじゃあ飲めばいいんだということでね、そのまま飲んではダメですよ。お伝えしている通りリンゴ酢ドリンクにして飲みましょうなんですね。その時におすすめのレシピがあるんですけれども、どんなレシピかというと、もうとっても簡単、私も毎日飲んでます。これはね、だいたいコップ1杯1カップ200ミリリットルぐらいのねお湯にリンゴ酢、純リンゴ酢、大さじ1杯入れて飲みましょう。でこれちょっとね、いや飲みにくいなっていう方は後からお伝えするものをねちょい足しすると飲みやすくなりますから、それは最後にまとめてお伝えしたいと思います。では2つ目の飲み物はこちらです。レモン白湯になります。こちらのダイエット効果見ていきましょうね。まず白湯、イコールお湯のことなんですけれども、とにかく白湯はね内臓が温まりますから、内臓が元気になって活発に動きやすくなるんですよね。そして脂肪燃焼効果もアップ、消化代謝もアップして、デトックスやむくみ改善効果も非常に高いのが、実はね冷たいお水よりもお湯、白湯を飲むことに効果がアップするわけですよね。でプラスここにレモン果汁を入れます。でこのレモンを入れることでまたねダイエット効果がアップするんですよね。こちらはレモンを入れることで脂肪の吸収を抑えてくれたりとか、そもそもレモン、リンゴ酢もそうですが、酸っぱいもの、クエン酸効果を上手に使うわけなんですよね。どうしてもですねお食事をすると、大なり小なり体の体液がね酸性へと傾きます、イコール老化現象ですよね。体がこう錆びていってしまって、本来持っているその内臓のね働きをこうぐっとね下げてしまっているんですよ。でそのまま放っておくと代謝も落ちるし病気にもなるしっていうことで、もう本当にいいことゼロなんですよね。それがこのレモン白湯を飲むとクエン酸効果があることで、食事をとった時にその酸性に傾いてしまったお体をね弱アルカリ性、もともと体が一番機能しやすい弱アルカリ性とねさっとリセットすることができますから、しっかりとそういった状態をね食事前にとっておくことがポイントになってくるんですよね。でまたレモンでもビタミン C ですよね。やはりビタミン C でもどんどんね消耗されます。特にストレスが強い方、溜め込んでる方はねしっかりとレモン果汁を入れましょう。そしてねレモンにもむくみ改善効果がありますから、見た目もすっきりすることができますし、またこれすごくいいのが、こう味覚がね異常になってしまって太りやすいものをどうしても食べたくなったりやめられない止まらないという方にはね朗報なんですが、味覚をねリセットしやすくしてくれるのがこのレモン果汁なので、しっかりと白湯にレモン果汁を入れて
飲む、まあ、これもねすごく効果があります。で、まあ、この割合なんですがお好みでいいと思うんですけれども、私はコップ1杯のね、まあ、だいたい1カップ 200ml ぐらいに対してレモン果汁はそうですね、まあ、結構酸っぱいの好きなので大さじ1ぐらい入れちゃっても私全然平気なんですが、苦手な方はね大さじ2分の1とかでも十分効果があると思いますので、ぜひお好みでレモン白湯飲んでみてくださいね。では3つ目の飲み物はこちらです。大豆製品を使った豆乳、しかも無添加の無調整豆乳を選んでくださいね。でこの無調整豆乳を飲むことであなたの腸内環境も整って、イソフラボも入ってますから、特に私たち女性には嬉しい女性ホルモンのエストロゲンに似た働きをしてくれるのがこのイソフラボンなので、これを取ることでさらに脂肪燃焼効果であったり悪玉コレステロール値を抑えてくれたり、またね代謝を上げてくれたり、まあ、こういった効果と似たようなものをね得ることができますよということなんですよね。でそして食物繊維も豊富ですし、なんといっても高タンパク低脂質ですよね。これはねやはり続きますが女性にとってとっても大事、女性は特にタンパク質不足にね陥りがちになるんですよね。そこでよくじゃあプロテイン飲もうかなってプロテイン飲む方多いんですが、あれもですね気をつけないと逆に太りますよ。もちろんねすごく激しい運動してる方は別ですが、ああいった添加物の甘い味のねたっぷり入ったものをそこまで運動もしないのにね食事プラスアルファプロテイン飲んでしまうと太ります。カロリーオーバーですし、そもそも添加物が良くない、ね、なのでやめましょう。その代わりにしっかりと無調整豆乳を飲むこと、これがすごくね女性にとってはタンパク質を気軽に吸収できますし、すごくね効果も高いので、ぜひお体に優しくて効果があるものを選びましょう。そしてね大豆オリゴ糖であったり、まあ、コレステロール値も抑えてくれるなどなど、無調整豆乳にはすごくねダイエット効果が高いですし、こういった効果があるものをしっかりと食事前に飲むことで、そもそもねタンパク質が先に取れるとですね食欲をね抑えることができるんですよね。その時にしっかり飲むとその後ねお腹が空きにくくなるんですよ。プラス満腹感も得やすいので、そのお食事の量もちょっといつもよりもね減らす、まあ、よくね腹8分と言いますが腹7分6分ぐらいまで落としちゃっても全然いいと思うんですよね。しっかり栄養あるものを取られると量を減らしてもねいいと思うんです。そういった形でちゃんと目標体重に行くまではこういったね食前に飲むことでコントロールすることができるわけです。でプラスですね今お伝えした食事前に飲む飲み物を3選、どれにもちょい出ししていいものがこちら蜂蜜になります。やっぱりね蜂蜜入れたら美味しいんですよね。そこデザート感覚に、ね、なりますから、リンゴ酢ドリンクにも、そしてレモン白湯にも、そして無調整豆乳にもこの蜂蜜を入れることがポイントです。だいたいね今お伝えした量のそれぞれね3選ありましたね、大さじ1ぐらい入れるといいと思います。蜂蜜もねすごくね脂肪燃焼効果があったり腸内環境を整えてくれたり、何よりも栄養価がすごく高いのでダイエット向きの甘味料なんですよね。なのでそこでお砂糖を入れたり人工甘味料でねノンカロリーなんだけど甘いみたいな、ああいったのを入れてしまうと逆に太りますから、そうではなくって天然の 100% 無添加の蜂蜜をちょい出しすることでさらにダイエット効果上がりますし、何よりね美味しいのでぜひ試してみてくださいね。そして最後にさらに痩せる効果を上げるための飲み方をお伝えして終わりたいと思います。今3つお伝えした飲み物すべて温かいものでお願いします。ここでねキンキンに冷えたようなものを作ってはダメです。まあ、さゆはねもうお湯ですよってお伝えしたからねいいと思うんですが、せっかく作ったさゆに氷なんか入れちゃダメですよ。もうそれぞれリンゴ酢ドリンクもレモンさゆも豆乳のドリンクも全てホットで飲んでくださいね。なぜホットがいいんですかということなんですが、こちら体がね温まるんですよ、ポッカポカに。そうするとあなたの体温がねたった1度上昇するだけで代謝が 12% も上がるんですよ。
これいかがですか。きつい運動するよりも早いわけです、まあ、もちろんね運動だって大事、筋肉つけないと代謝がね落ちてしまうから大事なんですが、やはりなかなかね運動できないという方はもう特にこの温めることがめちゃくちゃおすすめになります。そして2つ目、そのことで血流が上がって、まあ、どんどん代謝も上がってねいいことづくめで、プラス代謝プラスですよ、なんと免疫力も 30% も上がるんですよ。これからねもっともっと寒い季節になります。私の、元においでのクライアントの方もね、先生寒くなったからもう手足が冷えてきたって、もうおかげでねなんかもう腰も痛いし嫌ですっていう方おいでなんですけれども、やっぱりね体温すごく大事、中から外から温めることです。その時にやっぱり中からとなると、こちらね温かい飲み物をまず飲むことなんです。で逆にそういったのを無視して低体温の方、例えばねもう36度ないとか36度台前半の方もそれはまだまだね冷えてます。なので体温が低いままだと代謝は下がるし血行も悪くなるし、しかも免疫力が下がる、この逆のパターンですよね。もういいことゼロでいいことがない、もうねそんなことになってはそもそも痩せることもできなければ健康にも悪いということでね、しっかりと今お伝えした飲み物は全部温めて作ってください。そしてしっかり体温を上げていくことで、あなたはどんどん痩せ体質へと生まれ変わることができますよ。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のまとめポイントは2つありましたね。腸内環境を整える材料を使うこと、そしてそれらは全て温めてから飲むことでしたね。ぜひ食事の前に今おすすめしました飲み物3つ、日替わりでもいいと思います。もしくはあなたがこれなら美味しくて続けれるなっていうものでもいいです。まずはね 3,4 ヶ月続けてみてくださいね。それではこの動画のお話の内容以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。